頃から実は皆さん方もですね、阿波踊り、ご覧になったことのない方もいらっしゃいますと思いますので、一つ、この演舞の時間の中で、かいつまんでではありますけれども、阿波踊りのちょっとこうご指南というか、一手二手をご披露させていただきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。阿波踊りはね、これ外国の方にも非常に人気があるっていうのは、日本の文化の象徴ともいえる着物、浴衣を着用してございますけれども、こういう着物を着て、踊るというところ、なおかつこの下駄、女性の場合は下駄履き、それから足袋を履いて、いろいろ鉢巻き、ほうかぶり、こういうようなところがですね、外国の方からも非常にこうね、興味があるようでございます。そういった中でこの阿波踊り420年以上は歴史があるんじゃないかと言われております。ただしこの起源についてはなかなか解明されていません。で、二昔ぐらい前までは歌の文句にもあるように、阿波の殿様八須賀様が今に残せし阿波踊りというような形で、1585年に天正13年に阿波八須賀の家政公が着任をいたしました。今でいう県知事というところでございましょうか。阿波藩主になりました。そこでお城を建てて、お祝いを無礼講で城門を開いてやったのが阿波踊りの起源だというふうに、もうほとんどその説一本だったんですけれども、戦国時代というところの中で一般の方を城門に招き入れて、いろいろ患者、敵国の患者とか、いろいろいる中で、武器庫の設置がどこにあるのか、天守に行く道はどこにあるのかっていうようなところをですね、無造作に解放するわけがないじゃないかというような歴史の研究家の先生もいらっしゃいまして、いろんな説があって、沖縄地方のガーリーとかカチャーシーっていうところの浮かれのリズムが阿波踊りの基本じゃないかとも言われています。ただ一番信憑性があるのは、お盆の時期にやってたことについては紛れもない事実でありますので、お盆の踊りという意味合い、それからご承知の通り徳島は藍玉、阿波藍の産地でございまして、これが全国の 90% を占めるシェアでございますので、そういったところから阿波の豪商たちが全国に飛び回って販路を拡大していった。その時にその土地土地の文化を持ち帰ってきて、いろんな形に組み入れたのが、お盆の踊りに組み入れたのが阿波踊りだろうなというふうに推測されますけれども、一番ロマンがあるのは踊りの殿様が城を建てて阿波踊りを踊らしたのが最初だっていうのが一番ロマンチックだなと思いますが、なかなか正しく解説はまた決定はされていませんけれども、そういうようなニュアンスで考えていただければよろしいかと思います。それでは踊りの時間も少なくなりましたのでね、まず踊りは振興協会リズムの取り方は4拍4拍子という取り方ですけれども、皆さん方にお教えする場合に1拍2拍1拍2拍の2拍子の繰り返しで教えて差し上げる方が分かりやすいかなというふうに思いますので、ぞめき囃子をもう一度奏でますので、皆さん方で手拍子、お手拍子をお願いしたいと思います。はい、素晴らしいですね。全員がねきちっと叩けてますけれども、鳴り物型が少しスピードリズムを上げると、ちゃんとこう叩いてた人が少し椅子に座られてますけれども、上半身が少しこう
緩いような形でリズムを刻んでおられる方が非常に多くございます。でこれがね、阿波踊り特有の浮かれのリズムというリズムの取り方、三連符というね、部分でタッ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 タじゃなしにタタ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 というような形の軽快なリズム感でリズムを奏でます。そういったところが非常に皆さん方にね、踊りのリズムが受け入れやすい形になって浮かれてくるというふうに思います。もう一度ちょっとやってみたいと思います。はい、それではね、残りリズムを お教えしましたので、あとは残りは手の出し方、足の運び方、この2つになります。でまず手をいきましょう。手は今ね、皆さん方がパチンパチンとこう叩いたと思います、ね、でこの二拍子を叩きながら僕が入っていますので、右手の方から少し前、少しですよ、少し前に出してると、で帰ってきて、そして左手を今度は出していただく。ちょっと横に向いてもらえるかな。で右を少し出す、少しでいいですよ、あまりね出さない。で左帰って左、これの繰り返しです。じゃあやってみましょう。いきますよ。はい、右左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 。はい、そうです。そうすると今度は足なんですが、皆さん方ほとんどね有名になってるから知ってると思いますが、阿波踊りの教える場合にね、右手が出るときに右足が出ますよ、左足が出るときに左手が出ますよっていうような形でお教えしてございます。で、ここをね、僕が今度入っていますので、右手がこう出ていたときに椅子のままで結構ですので、ね、力が抜けて非常にやりやすいと思いますので、その時につま先だけでもいいですから、ポンとこう置いていただく、この稽古をねちょっとやってみたいと思います。まず手を押し、今ねほとんどの人できてるんですが、この阿波踊り右手と右足を出すっていうところはなんかね難しいような言い方でね、阿波踊り独特で右手が出れば右足が出るんだと教える人がね非常にねいろんなところで偉そうに教える人が多いです。でもね皆さん方歩く時は右手と右足は絶対同じ方向出しませんよね。で普通にこう歩く逆の手と足が出ていきます。しかしながら阿波踊りは右手と右足が一緒だということで勘違いして歩く時と全く逆さまだと思う人がほとんどいるんです、初めて聞いた人は。でも歩く時に上からこういう風な形で手を振る人はいません。だいたい下から歩く時は手を出します。でこの時に例えば左足が出るときに右手が出ます。で逆出ます。でもこの時の手がここじゃなくしてここまで上げていたとしましょう。ギャイバイニュータこういう元気上げたと。でじゃあ次下ろしてくるときは右足が出てくるときに右手が下りるわけでしょ。ですから普通は普段の歩く姿と全く一緒でリズム、ぞめき囃子を使ってその自然な形で手と足を出していただくということが一番ベターなんです。例えば下から出るんであれば、
右手と右足が出るときに同じ方向の手と足が出るのは上に上げた手が下に下ろす場合だけです。下から出るときは普通の歩くときと同じような形で逆に出なければね、おかしいです。で、押せる人によっては昔はこういう風にして歩いてたんだみたいなことを言う人、バカなことを言う人がいるんです。そんなことはありません。で、日本にあまり手を振って、歩く文化っていうのがなかっただけの話なんですね。幕末にマーチングみたいな形で西洋から来たのが、はい、っていうのが流行ってきたわけです。ですから大昔は日本人はあんまり手を振って歩くとか走るとかいうことがなかったですね。これはお侍さんの世界の中でも刀を刺したりいろいろしてから帯のところに手を挙げてこういうふうに歩いたりするところがあって、まあ、ここから能楽の部分という風流の踊りというようなところの伝え方もあると思います。まあ、ただし阿波踊りはね、自然に踊っていただくということですから女踊りはありえませんけれども、男踊りの場合はうちも今日笹蓮も来てますしね、笹蓮さんの場合だったらちょっと腰を低くして下の方から手が出ています。この時は今僕が言ったように左足が出る時に絶対右手が出ていかなければおかしいわけです。そうじゃなくてこういう形のいびつな形になりますからね。ですからほとんど皆さん方は手を挙げていただいて少し前に出すって僕言いましたけども、少しちょっとアクセントをつけていただく、軽く握ってスパッとこう手を広げていくぐらいの、指先をパッとこう伸ばすぐらいで、軽い気持ちでアクセントをさせて、だから手を上げていただくことを重要視していただきたいと思います。じゃあ行きます。してるんですけれども、まあ、コロナでございますしね、まあ、いろいろマスクつけてディスタンスというところもありますので、最後フィナーレの時にわずかでございますけれどもお立ちいただくぐらいはいいんじゃないかなと思いますので、少しこちらの方からご誘導させていただきますので、その場でお座りのところの席を立っていたところで、まあ、手を挙げてちょっと阿波踊りの雰囲気を味わっていただければ大変嬉しく思ってますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、阿波踊り振興協会オリジナルの舞台構成の踊りのステージを